これを作ります。きなりガラスの C ガラス3色で作りました。CS6B には直径0 9ミリに伸ばして使用します。今回使用したファン式バーナーは動画7で紹介しています。動画5の D で紹介している GT3000S も使います。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローの先端にガラスをつけます。 炎から出して空気を入れます。先端にガラスを足します。溶かすと空気が減ります。炎から出して空気を入れます。この作業を3回から4回ほど繰り返して、風船が完成です。風船は肉厚な状態です。直径約25ミリです。 風船部分のガラスは 13.1g です風船を温めます CS6B2 を少し温めたら貼り付けますタイルカッターで切ります一瞬温めたらピンセットで押し付けます 2本目です。風船を温めます。CS6B2 を少し温めたら貼り付けます。タイルカッターで切ります。一瞬温めたらピンセットで押し付けます。浮いている部分を押さえます。 2本目を貼り付けました。3本目です。同じ作業を繰り返して本数を増やしていきます。4本貼り付けました。最終的に16本貼り付けました。中心にガラスを付けます。これは16本の線を集めやすくするためのガラスです。 今つけたガラスをつまみます。つまんだガラスを取り除くことにより、十六本の線を中心へ集めます。全体を溶かします。空気を入れます。もう少し大きくしたいので。 もう一度全体を溶かします。空気を入れます。色が薄くなりました。色の違いで先ほどより大きくなったことがわかります。全体を溶かして少し小さくします。小さくなりました。この時肉厚になっていることが重要です。 ガラス棒を接続したら、炎の中に入れたり出したりしながらねじります。伸ばします。一度大きくした風船を小さくすることで、風船の温度が高くなります。風船が柔らかくなります。風船の温度が高い状態、柔らかい状態を保ちながらねじり作業をします。このことについては動画の最後で改めて説明します。 GT3000S を使います。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。ファン式バーナーで全体を温めながら GT3000S で模様を曲げます。時々全体を温めます。特にストロー側が冷めやすいので気をつけてください。 先ほどの続きです左手のみ回転させて右手は添えているだけです。右側の回転が自然に遅れて模様が曲がります。時々全体を温めます。特にストロー側が冷めやすいので気をつけてください。一箇所目の模様ができました。これでも良いと思いますが、今曲げた部分をさらに曲げてみます。 同じ場所を炎に当てていますが、先ほどとは逆回転しています。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。先ほどとは逆回転しています。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。右側の回転が自然に遅れて、模様が先ほどよりさらに曲がります。この作業は必ずしも必要ではないと思います。 時々全体を温めます。特にストロー側が冷めやすいので気をつけてください。before after です。同じ場所ですが、先ほどよりさらに曲がりました。2箇所目です。作業内容は同じです。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。時々全体を温めます。特にステンレスストロー側が冷めやすいので気をつけてください。続きです。 左手のみ回転させて右手は添えているだけです。右側の回転が自然に遅れて模様が曲がります。時々全体を温めます。特にストロー側が冷めやすいので気をつけてください。2箇所目が曲がりました。3箇所目です。作業内容は同じです。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。 右側の回転が自然に遅れて模様が曲がります。3箇所目が曲がりました。4箇所目です。左手のみ回転させて右手は添えているだけです。時々全体を温めます。特にストロー側が冷めやすいので気をつけてください。4箇所目が曲がりました。 改めまして、模様を曲げた部分は4箇所です。空気を入れます。温めては空気を入れるを繰り返して、徐々に膨らませていきます。タイルカッターで切ります。先端側に空気が入っていません。 全体を温めながら先端を温めて空気を入れます。先端だけを温めているとストロー側が冷めて割れてしまうので全体を温めながら先端を温めて空気を入れます。先端を柔らかくしてピンセットで引っ張ります。この時も全体を温めることを忘れないでください。特にストロー側が冷めやすいので気をつけてください。 先端をタイルカッターで切りますタイマースタートです全体を温めて空気を抜きます風船を小さくします左官ごてで形を整えながら風船を小さくします約6分で風船が小さくなりました全体がよく温まっている状態で空気を入れます 炎の端で溶かします。しかし、ずっと炎の端で溶かしていると、ストロー側が冷めて割れてしまいます。時々ストロー側を温めながら作業を進めます。風船が三角形になっていきます。模様全体が見えたら、C38 乳白で模様を覆います。 模様を隠します。軽く押し付けます。C38 入白を押し付けます。左官後手で押さえます。C38 入白を押し付けます。左官後手で押さえます。必ず模様を隠してください。 ポチッとつけたら左官後手で押さえます。必ず模様を隠してください。模様が見えたまま溶かすと模様が崩れます。C38 入白をつけて左官後手で押さえます。必ず模様を隠してください。ガラスで覆ってください。左官後手で形を整えながら溶かします。C38 入白のガラス棒を接続します。 ステンレスストローを熱して外します。ガラスを熱するのではなく、ステンレスストローを熱して外すと、このように外れます。穴を広げます。ハサミで切ります。切り落とすとガラスが飛んでいくので、あえて残して、溶かして取り除きます。 切り落とさずにあえて残しています。遠心力で広げます。柔らかくしたら両手で勢いよく回します。ガラスが広がりました。ハサミで切ります。切り落とさずにあえて残して溶かして外します。溶かします。 C19 透明水色のガラス棒を接続します。C38 乳白のガラス棒をタイルカッターで切ります。残ったガラスを溶かします。左官ごてで形を整えます。同じ場所に C38 乳白のガラス棒を接続します。 外しやすいように細くしておきます。C19 透明水色のガラス棒をタイルカッターで切ります。溶かします。左官ごてで形を整えます。ループの位置を決めたらガラス棒を接続します。後ろのガラス棒をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。 GT3000S で溶かすと作業時間が短縮できますループを作ります最初に少しガラスをつけます追加して増やしていきますニッパーで切ります ピンセットで伸ばして、先端を合わせます。合わせた部分を溶かします。千枚同士でループの形を整えます。ピンセットを温めます。 ピンセットでループを挟んだところでタイマースタートです。ガラス棒をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。GT3000S で溶かします。 48秒 GT3000S で溶かすのをやめます。そこから10秒後、58秒でパーライトに入れます。パーライトは園芸用品です。2時間後に取り出します。寸法です。完成品です。 今回使用したファン式バーナーは動画7で紹介しています。都市ガスにつなぎました。ファンのダイヤルを最大にします。電源を入れてファンを回します。ガスのダイヤルを4時にして点火します。この炎で作業しました。風船を伸ばしながらねじる場面を再度説明します。1を膨らませて2になります。 2を溶かしてしぼめると3になります。3になったときにガラスは柔らかい状態になります。その柔らかい状態を保ちながら4、5の作業を進めます。もし4のときにガラスが硬いと感じたらガラス棒を切り離して1に戻ってください。1に戻ったら2、3の工程でガラスを柔らかくして4、5の作業を進めます。 4、5の作業はガラスが固くなってしまうとうまくいかないと思います。4、5の作業は特に温度を下げないように気をつけてください。モンチーパンダガラスでは番号の色で内容を分けています。これで動画ナンバー118を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。